はい、おはようございます。本日はですね、この道の駅摩周温泉っていうですね、場所で車中泊をしていました。で、昨日の動画をですね、ご覧になっている方は分かっていると思うんですが、この道の駅摩周温泉はですね、普通充電プラグが設置されています。まあ、なので、今回はね、結構、電気自動車にとっては最高の環境での車中泊、つまり充電プラグを挿したままですね、車中泊をすることができると、しかも暖房をつけてということで、こんな感じでね、暖房をちゃんとつけてですね、20度設定でちゃんとつけて湯を沸かしたということになります。で、今ですね、充電残量 64% となっていますが、実はですね、これ昨日じゃあどうなってたかっていうことなんですけど、これはもうメモしてあるんですが、昨日はですね、夜の8時45分の段階で充電残量 34% で、その当時はマイナス、外気温がマイナス9度っていう状態で、その後ですね、動画にはしていないんですが、途中の朝の3時ぐらいかな、ちょっと起きてですね、途中外気温どうなってるかっていうのを見たところですね、だいたいマイナス11度とかっていう表示が出てました。まあ、なので外気温で言うと、夜の9時にマイナス9度とかなってから、まあ正直そんな下がってないってことですよね。現在もマイナス10度って感じなんで、まあそこまでね、大して気温が下がっていないという状況になります。まあよってですね、昨日の夜の8時45分からということなので、今11時間30分が経過したということになります。つまり11時間30分時間が経過して、30% 分の充電残量を確保することができたと。充電残量 30% 分を 11.5 アワーで割ると、つまり1時間あたりですね、まあ充電残量にして 2.6% 分ぐらいが上がっていくと。じゃあこの 2.6% 分っていうのは航続距離にするとどんぐらいなのかと。で、この車の EPA 航続距離っていうのは407キロです。ただし、今回の北海道遠征でずっとね、説明していますが、まあこの EPA の407キロっていうのは走行することができません。外気温が氷点下以下っていう状況で、さらに実用的に暖房を使うっていう風になってしまうと、この407キロは達成できないんですよ。よって、このチャンネルでは基本的には、この2021年モデルのスタンダードレンジプラス、モデル3スタンダードレンジプラスは基本的には300キロと見ていますと。まあ、なので、満充電あたり300キロってことなので、まあ、これにですね、300キロをかけてあげると。まあ、するとですね、この 7.82 っていう数字が出てきたと思います。まあ、なんで、だいたい1時間で 7.8 キロ分ぐらい航続距離が溜まると。つまり、これは暖房を消費しながら、マイナス10度っていうこの環境下でですね、暖房を消費しながらでも、まあ、さらに航続距離が、まあ8キロ分ぐらい増えていくんだよっていうことですね。まあそういうように考えると、確かにその数字は小さく見えるかもしれないんですが、これ電気自動車オーナーにとってはどうですか、皆さん最高だと思いませんか。ちょっと外を今剥がしてみたいと思いますが、雪はねほとんど降ってなかったんですね。今若干ですけど霧がかってるのかな、この感じだと。結構寒そうですね。はい。で、これ、まあ見えますかね。道の駅摩周温泉第二駐車場と。で、ここなんですよ。今見えるかな？ここのね、隣に急速充電器があるんですよ。これは、今充電してる場所は普通充電器なんですけど、隣が急速充電器なんですよ。で、これね、隣に急速充電器があると言っても、この急速充電器はいつも通りですね、20キロワット級の急速充電器なんですよ。まあ、つまりですね、これ、何が言いたいのかつと、この道の駅で20キロワット級の急速充電器で30分充電したとしても、まあ、うまくいっても8キロワットアワーぐらいかな。そうすると、航続距離に換算すると、まあ、50キロも入んないぐらいなんですよね。で、急速充電器っていうのは、もちろん1回30分なので、30分で交代しなきゃいけないわけですよ。もちろん、その後に電気自動車がいなければ、何回もやっていいんですけど、白紙言えば。でも、それって一回30分で切れちゃうんで、また充電カードをなんかこう、接続し直してみたいな、ちょっとめんどくさいことが起きるわけですよ。まあなので、じゃあ夜通し急速充電器で充電するかっつったら、それはもう現実的じゃないわけですよ。だって30分に一回車の外出なきゃいけないんですもん。しかもこの氷点下マイナス10度っていう状況の中で。
で、それはまあありえないじゃないですか。で、確かに急速充電器よりはまあ11時間30分経っても 30% ちょっとしか入らないんですよ、暖房つけながらだと。でもそのまま充電プラグをつなぎっぱなしにして一泊することができるんですよ。しかも暖房をつけててもむしろ充電残量は 30% も増えているっていう。これね、皆さんに何を考えてほしいかっていうポイントなんですけど、つまり道の駅みたいな、特にこう車中泊できるような道の駅ですよね、こういうような道の駅に果たして急速充電器をつけるっていうコスト、そして急速充電器にはやっぱり維持費かかりますからね、電気代が。それと今回のように普通充電器をつける、これだったらどっちの方がいいのかってことなんですよ。まあ、なのでこういうように充電器をつけるっていう風になったらどっちの方がいいのかっていう風に考えたら、実は急速充電器じゃなくて普通充電器をたくさんつけてあげる方がより電気自動車ユーザーにとって利便性が高い。しかも設置者側からしても急速充電器なんてイニシャルコストもランニングコストもかかるような急速充電器をつけずに、まあ普通充電器の発注ってね、電気さえ取れればもうそんなねお金かからずに設置できちゃうわけですよ。だったら普通充電器を複数設置してあげると、そしたら電気自動車オーナーはこの道の駅に絶対集まりますよ、絶対。そしたらここで一晩夜を明かすと、そしたらその道の駅でね、お金を落とすとかありますよね。でもっと言えばこの道の駅の普通充電器なんていうのはもうお金がっつり取ればいいんですよ。じゃあ道の駅で何円分なんか買ったらとか、こんぐらい利用したら充電器はじゃあまあ割安だったり、まあ無料かはちょっと好きにすればいいと思いますけど、まあというようにして、いずれにしても何が言いたいのかっていうと、やっぱりね、これ道の駅みたいなところでは、これね、急速充電器じゃなくて、やっぱ普通充電器の複数台設置なんですよ。っていうことが、まあ今回の検証を見ても、これも明らかになりましたよね。これ体感値ベースで、もう、今はもう100-0で普通充電器の複数機設置ですよ。急速充電器なんていらないですよ。いや、まあ、いらないっつっちゃ嘘になりますけど、でも結局ね、今回の急速充電器だって隣20キロワット級なんですよ。じゃあなんで日本市場にねこんな使い物にならない20キロワット級の急速充電器なんて設置するのかってことなんですよ。つまりこれは設置者側からすればもう極めてねコストが合わないんですよ。だからそのコストをねいかにして低減するかっていう意味で、まずはイニシャルコストをね50キロワット級とかじゃなくて20キロワット級とかにした方が、まずその充電器自体のコストが下がるわけですよ。導入のコストが下がると。まあそしたら電気自動車のねことをよく知らない道の駅のオーナーの人なんかは、そりゃよりイニシャルコストの導入コストが下がる20キロワット級を選ぶじゃないですか。で、しかも20キロワット級だった場合は高圧受電契約とか必要ないわけですよ。そうするとイニシャルコストだけじゃなくて電気代っていう月々のランニングコストも大幅に下がるわけですよ。そしたら20キロワット級つけたくなるわけじゃないですか。でも20キロワット級をつけてしまうと、残念ながら電気自動車オーナーっていうのは利便性とかって、まあ、その利便性って意味においてもうめちゃくちゃコスパ低いわけですよ。ってことは分かってるわけじゃないですか。だから別に20キロワット級の急速充電器なんて利用しないわけですよ。そうすると設置者側からすると急速充電器を設置しても全然利用者来ないじゃんっていう。で、そうなると設置者側はね、だいたい急速充電器の耐用年数っていうのは8から10年なわけですよ。そうするとこの急速充電器を設置した8年後とかには、いやとね、急速充電器全然使われないから、もう次のね更新ではね、もう充電器つけるのやめようぜっていうふうになるわけですよ。だからそういう意味でもね、急速充電器っていうのは本当に経路充電十分なんです。全部の道の駅に設置する必要はね、まあ究極的にはない。まあもちろんね、空白地帯を埋めるっていう意味合いにおいてね、まあ急速充電器はちょっとね、その公共性を担保するって意味で、まあ必要っちゃ必要ってこと、まあそういうね、論理もわかるっちゃわかるんですけど、まあ基本的にはね、急速充電器じゃなくて普通充電器の複数台設置と、やっぱこれがどう考えても利便性高いですよ。まあ、ということがね、今回の検証から図らずも浮き彫りになったということになりましたと。で、昨日のですね、動画の最後にもう一個注目すべきポイントがあるよねって話をしたんですよ。
それがですね、まあ今回の北海道遠征においては、毎度毎度ね、重要になってくる、左上の12度って数値です。これはバッテリーの温度を意味しますが、実はですね、昨日のまあ11時間半前ですよね。その時点ではですね、バッテリー温度は 9.25 度でした。つまりどういうことかというと、普通充電器を差しっぱにして暖房をつけっぱなしにすると、バッテリー温度はむしろ上がってるんですね。しかも、12.5 度っていうよう、まあ、12度っていうような、結構、ある程度高い温度をキープしてくれてるんですよ。まあ、つまり保温されてるってことなんですよ。まあ、昨日の動画見ていただければわかると思うんですが、充電器を刺さずにですね、一晩車中泊したら、バッテリー温度っていうのは2度とか、2、3度に下がっていたんですよ。まあ、ということから、充電器を刺しておくと、多分その電気をバッテリーの保温のために融通してくれると。まあ、多分そういうような、おそらくアルゴリズムを組んでるんじゃないかと思うんですよね。まあ、だからなんだって話なんですけど、まあ、これは一つ覚えておいていいかもしれないです。これはテスラの、まあ、アルゴリズムと、バッテリーマネジメントシステムのアルゴリズムという観点で、充電していると、普通充電器を挿している間は、バッテリーの保温のために電気を使うんだと。まあ、なので、じゃあ 3kW でずっと充電されるかってことなんですよ。まあ、そういうことではないよねって話で、まあ、現状だって、今 2kW で充電されてるわけですよ。まあ、つまり、3kW 分のその、1kW ですよね。1kW が、今多分バッテリーの保温だったり、あと暖房ですよね。ここに使われてると。はい、じゃあ本日はですね、一体どうするかっていう話ですが、この弟子屈町っていうところにいました。昨日はですね、この摩周湖を見て、阿寒湖、こっちも見に行きました。で、じゃあ今日はどうするかっていうとですね、この道をですね、北上していきます。ここが、屈斜路湖ってところなんですよ。で、この屈斜路湖をですね、ちょっとこう、右手に見ながらですね、北上していくと、ここ峠道ですね、雪道なってるかな。で、このままですね、ずーっと北上していくとですね、この美幌町ってところに着くんですね。で、これはまあ2年前日産リーフで行ったところですが、まあこの美幌町は結構はね、あの雪が強い場所でもありますので、で、この美幌町をですね、通過していってですね、本日はまずはですね、この、ようやく来ましたね。北見です。まあ冬ですね。気温相当低いですし、雪もね、かなり降るっていうこの北見ですね。ここ結構もうあの大きい中核都市なので、ここでですね、ちょっと身支度を整えてですね、ご飯食べたりとか、まあお風呂入ったりとかしてですね、今日はまあ動画編集もね、ここでやっちゃいたいと思いますが、この北見にまず向かいます。で、北見に向かってですね、じゃあ今日どこ泊まるのかって話なんですよ。実は今日はですね、いよいよですね。ついに始まるんですよ、皆さん。ねえ、皆さん、どうですか？皆さん、アクシデント起こってほしいとか思ってる、アンチ EV ネイティブたくさんいると思うんですが、はい。そのアクシデントがね、最も起こる可能性の高い、ポイントですよ。陸別です。今日は、北見に、まあ、夕方頃ですかね、出発してですね、その足で、もうですね、この30キロぐらい先なんですよ。そんな遠くはないんです。このまま、陸別に向かいます。で、陸別に向かって、今日はこの陸別の、まあ、道の駅かな。で、車中泊を行っていきたいと。今日は結構気温が下がるっていう予報が出ているので、今日はね、じゃあマイナス10度っていう環境で車中泊しましたが、まあ、欲を言えばマイナス20度とか。この環境下で、果たして車中泊を行ったら、バッテリー残量どんぐらい減るのと。同じにします。暖房状態全く同じにします。これで一体、マイナス10度とじゃあマイナス20度だった場合、どれだけ暖房の消費量違うの？テスラが搭載しているヒートポンプシステム。いや、あと、ヒートポンプは氷点下以下ではつかないんだ。使い物にならないんだ。というような、アンチ勢。果たして、どちらが息をするのか。決着をつけようじゃないですか。そんな感じでですね。まず今日は陸別、夜向かいたいと思います。まあそのためにですね、その前に動画編集だったりね、身支度を済ませるという意味ですね。まずこの北見に向かっていきたいと思います。まあそんな感じでですね、はい、出発していきたいと思います。
屈斜路湖到着しました。見てください、これすごくないですか。多分ね、霧がかかってて、もうねこれね手前は氷結してるんですよ。でも多分全面結氷とまでは行ってないと思うんですけど、いやこれ爽快ですよ。これは相当すごい景色ですね。これまあこんな感じでですね、ここの屈斜路湖ですよね。で、あの動画にはちょっとしてないんですけど、阿寒湖がありました。で、そしてその前に行ったですね、あのカルデラ湖の摩周湖ですよね。まあここら辺のね湖は多分また夏来てもねすごいこういい景色になると思うんですが、これ冬来てもちょっとまた別ですね。こうなんか圧倒されますね。ちょっと幻想的ですよね。はい、そんな感じでね、はい、この湖を後にしてですね、美幌北見に向かっていきたいと思います。はい、ようやくですねこの美幌峠っていうね、弟子加賀から美幌北見の間のこのね山なんですけど、見てくださいよこれやばすぎでしょ。今見えてるのがこれが屈斜路湖です。屈斜路湖さっきちょっとミスったと思うんですよ。その屈斜路湖を今上から眺めてるというようなイメージになります。まあ、雲海じゃないけどこうちょっとこう霧がかってるね、すごい幻想的な感じですけど、これねゲストハウスから結構登ってきたんですよ。これ登りはいいけどこれ帰り大変だな。これね向こうサイドがおそらくこれ美幌市街だったりこれ北見とかねあっちになってくると、あっちが海沿いってことですね。今本当に北海道の真ん中ら辺にいるって感じですね。すごいっすよこれ。見えてますかね。一面雪世界。でもこれすごいいいですよ。これ天気が今日めちゃめちゃいいから。でもねこれね本当寒い。やばすぎ。多分これマイナス15度くらいあるんじゃないのかな。車の温度でマイナス10度くらいだったんで、多分マイナス15度くらいあるでしょうね。いやーこんな感じですね。まあ、なのでとりあえずねこれからあの美幌に降りてですね、この美幌、今この美幌峠ですけど、この美幌峠をねあっちにこう下っていって、でねこの美幌市街そして北見へと向かっていきたいと思います。寒い。今左のレーンに行っちゃおうとしましたね。あのこれはちょっとあの雪が影響してるかどうかちょっと定かじゃないですけど、あの今みたいにですねちょっと気を抜くとあのオートパイロット勝手にね変な方向行っちゃったりしますので、あの必ずねこれはレベル2自動運転ですから前をちゃんと見てですね責任の主体はドライバーにあるということです。
で、今回の動画でその何が言いたいのかといえばですね、今これご覧になっていただければ分かりますけど、今は白線が出てきましたけど、左側の白線は見えないわけですよ。で、さっき右側の白線も見えてなかったわけですよね。で、この状態でもテスラっていうのはまあちょっとね、不安定な動きをしますけれども、それでもやっぱりこのレーンをキープする能力があるんですよ。まあここでちょっと自動車専用道路は終わっちゃいましたけど、その何が言いたいのかっていうと、例えば日産リーフのプロパイロットとか、あれはまあちょっとね単眼カメラなので、じゃあちょっとねこのテスラの副眼カメラというか三眼カメラとね比較するのはいかがなものかなとは思うものの、まあでもですね、やっぱりこのテスラのレーンキープの能力って極めて高いんですよ。でこれは要するに白線が見えていなくてもこううまく予測するわけですよ。障害物だったりとかってとか、あと対向車のこのどこで走ってるのか、対向車がどう走っているのかっていうのを見ながらレーンを予測するわけですよ。だいたい前車も見ながら、だいたいこの位置で走るんだろうなっていうのをこれオートパイロットは予測するわけですよ。だから完全にね路面が凍結している場合はそもそもオートパイロットは効かないわけです。これはもうしょうがないんです。で両サイドに雪があると、でも白線は、たまに見えるけどとたまに見えなくなっちゃうんだよと。で普通の自動運転支援の車だとやっぱりね見えなくなっちゃうとレーンキープは終わっちゃうんですよ。でもテスラっていうのは完全に見えなくなっちゃったらそれは無理ですよ。だけどある程度見えなくなるっていうぐらいだったらレーンを予測してそこにこううまくトレースしていくっていうことができるんですよ。でこれはね本当にやっぱすごいと思いますし、これやっぱ海外のいろんな自動運転の支援のこう自動車見てますけど、やっぱりねこれはどう考えてもテスラが頭一つじゃないですよね。二つ三つぐらい抜けてるわけですよ。だからその雪道で使えるかとかそういう話を言いたいんじゃないんですけど、やっぱり今回のちょっと今みたいに、今もそうですよね、ちょっと左の白線見えづらいですよね。右だって今凍結しちゃってるんで白線見えてないんですよ。で今はできないけれども、今あでもこれでいけるかな、これでいけますよね。で今ほら左の白線が見えてないわけですよ。でも白線を予測してる。今ほら両方見えてない、両方見えてないけどまだオートパイロット作動してるんです。これ作動してる、はい。さあ、今右は見えてますけどね、でも左は見えてないんです。だこれは障害物を見て判断してます。さあこれどうなるか、はい、行ってますね、行ってますね、解除してません。はい、行きます。さあ白線が見えなくなりました両方。さあこの車どう挙動するか、解除されてないんですよ。白線が両方見えてないのに、ほらちょっと今ねふらついてますよ、ふらついてるけど白線を予測してるんですよ。前車の車を見てだいたいこの位置走るんだろうなっていうのを予測してるんです。白線見えてないけど、いやこれはどう考えても他の自動車メーカーにはないんですよ、この機能は。だからやっぱそういう意味で、やっぱテスラのこのオートパイロットってすごいなと。だけど別にこれオートパイロットつったって完全自動運転っていうね、また別のこうアメリカではねテストしてるわけですよ。だからこのオートパイロットが別にテスラの最新の機能でも何でもないわけですよ。だからこの点は本当にテスラすごいなと思いますよね。ほら今だって全く白線見えてないわけですよ。でもまあねちょっとね危ないなって思う時もありますけど、まあぼちぼち通ってるじゃないですか。で前の車にちゃんと見てちゃんとブレーキかけてますよね。やっぱこれすごいな。さあこれはちょっと見てる見てる見てる、今ちょっと白線が出てきたからちょっとこう戻ったって感じですね。
はい、今ですね、夜になってしまいましたね。この間にですね、動画編集だったりとか、まあご飯、夜ご飯ね、ちょっとね、食べたりとか、あとね、こう、お風呂入ってきましたね。温泉に浸かってきました。まあそんな感じでですね、身支度を済ませました。さあ、この今ですね、時間が夜の20時ですね。じゃあ果たして今何をしていて、これから何をしようとしているのかというところですが、まずですね、今充電をしています。はい、ここはですね、見えないかな？見えるかな？これは北見日産、西富店？ちょっと見えませんけど、はい、この日産ディーラーでね、充電をしています。で、この日産ディーラーは 50kW 級の急速充電器ですが、見てください。7kW ですね。以前のね、動画でも、詳しく説明していますが、良い子は真似しないでください。これはもうね、皆さん、もう、お分かりですね。今、バッテリー温度が非常に低いというところで、多分今、バッテリーを温めてるってところに電気を使っている分ですね、多分 7kW ぐらいしか出ないと。まあ、それはね、今回の動画ではもういいとして、じゃあ、果たして、今日、どこに向かおうとしてるのか、ということですが、はい、今これ北見市街ですね。今完全にこう北見市街にいますけども、はい、ここからですね、おそらくなんですけど、これは自動車専用道路、おそらく高速道なのかな？まあ、凍結していると思いますので、スピードは出せませんが、まあ、このですね、北見市街からですね、高速道路を通ってですね、50キロ離れたところにですね、道の駅陸別っていうところがあるんですね。はい。皆さんそろそろ気づいたでしょうか？いよいよですね、このチャンネルがですね、もう1年以上前からずーっと言い続けている陸別です。北海道で、まあおそらく1、2を争うような寒さに達するこの陸別町に向かってですね、本日いよいよ、ついに、車中泊テストをまず行っていきたいと思います。まあ、なので、このね、50キロ分ですね。今、充電材料 84% なんですけど、陸別には充電器あるんですけど、まあ、こっちも 20kW 級の急速充電器なんですよ。で、なので、基本的には、この、今、ここにいる北見をベースキャンプとして、この陸別をね、通いたいと思います。この数日間は。まあ、なので、ある程度ちょっと今日は 90% ぐらいまで充電をして、で、陸別に到着して、そこから一泊車中泊してと。で、北見市街に帰ってこれる分の電気が欲しいんですよ。なので、ちょっとそれが、まだちょっとなんとも言えないので、一応ね、今回はちょっと 90% まで充電します。まあ、よっぽど足りないなっていう風になったとしても、別に陸別に急速充電器は設置されているので、まあ、いずれにしてもですね、今から実際にね、ちょっと陸別、に向かっていきたいと思います。はい、ようやくですね、陸別到着しました。はい、今ですね、じゃあ陸別ってどんな場所なのかっていうとですね、ちょっと北海道また俯瞰してみると、こんな感じですね。まあちょっと右に寄っているんですが、実はね、この北海道の真ん中って、この大雪山っていうこのでかい山があるんですよ。まあなので、実質を言うとですね、本当に北海道の中心なんですよ。まあだから温度が下がるっていうことになるんですけど、まあ今はそういうような場所にいるということになります。ちなみに、まああんま参考にならないんですけど、このね、カレントトリップですね、ちょうど北見の日産、北見の日産から出発して、まあ10キロワットは使ったと。で、50キロですね。で、アベレージコンサンプションが211と。まあ、ちょっとね、今回は実は参考にならなくて、途中のね、自動車専用道路というか高速道路で、かなりね、車の流れが速かったので、まあ、相当スピードが出てしまったっていうところがあります。まあ、なので、これはもう参考にならないというか。で、さらにこれ、陸別まで上りの区間が結構長かったので、こんぐらいの速度と、まあ、上りをやってしまうとですね、まあ、満充で250キロぐらいになっちゃいますけど、帰りがね、下りになりますから、こっちで電気性能を回収しますし、
まあそういうことを考えれば、うん、まあ、ぼちぼちかなというところなんですが、さあ皆さん、ついに来ましたね。今の外気温、マイナス18度です。ちなみに、途中ですね、走行してる間マイナス20度ありました。まあなのでついにね、このマイナス20度の壁を突破したということなんですよ。はい、で、今ですね、まあ、高速走行を繰り返したので、前、バッテリー温度は16度に結構上がりましたね。はい。で、今のバッテリーパワー、要するに、この、電装系だったりとか、こう、バッテリー温めたりとか、あとは、暖房ですね。今、これ今、2.5キロワット以上ぐらい使ってるんですよ。まあ、ただ今、ちょうど到着したばっかりなので、ちょっとまだこの暖房の出力が、多分、こう、落ち着いてないっていうところなので、まあ、こちらですね、実際に、車中泊をしながらですね、暖房性能を測っていきたいと思います。まあ、今、9時38分ですから、ちょっとね、車中泊用の、こう、断熱材だったりとかを、ちょっと、セッティングしてですね。うん。夜の10時から車中泊スタートしようかな。で、大体、うん、明日の朝の7時とか8時ぐらいまで、このまま暖房をつけ続けて、果たして、どんぐらい、今このマイナス18度。もしかしたらもうちょっと下がるかな、ちょっとわからないですけど。ちなみになんですけど、この、陸別町のですね、天気、気温ですね。これと直近のを調べたところですね、実は今日はマイナス14度っていう予報が出てたんですよ。まあ、なので、実はこの直近の2、3週間で言うと、そんなに気温が低いっていうわけではないんですね。まあ、だからその天気予報で14度で、今18度と出てるので、まあ、大体その天気予報のマイナス4度ぐらい、仕事が実際の気温になるのかなと思います。で、その意味で言うと、実は明日と明後日の予報がマイナスの18度とかマイナス19度なんですよ。なので、明日明後日はいよいよ多分マイナス20度の壁を大きく突破してくるだろうと。まあ、なので明日と明後日もね、同様にね、この車中泊実験やっていきたいと思いますから、そちらもね、ちょっと楽しみに、ちょっと比較としてね、より気温が下がる可能性が高いですので、まあ、そっちにもね、ちょっと期待しながら注目してもらえればいいと思います。